はい、ヌタボンです。今日はね、週末の日曜日迎えました。でね、土日ね雨降るっていう予想だったんだけど、晴れたんでね、ここの今日はねグリーンパークに行こうかと思います。自宅からもねそんな遠くないんでね、遠くなくて焚き火ができてデイキャンプができるっていうところなんでね、結構重宝しています。でね、帰国して初めてで、帰国してすぐにね行ったんだけど、なんかね去年の台風かなんかでね壊れてて使えなかったんだよね。でしばらくして、2週間くらい前かな、もしかして使えたりするのかなと思って連絡したらね、はい、もう普通に使えますよっていうことなんでね、頭に入ってました。なんで今日は、自分が持ってねスタンレーキャンプクックっていうものを持ってね、来たんでね、コーヒーをちょっとね引いて飲んで帰ろうかなと思います。もうそれだけ、それだけの動画のために来ました。まあ言ってもね、今もう午後1時くらいになるのかな、だから向こう行って準備してコーヒー入れて帰る頃はもう3時、まあ4時くらいまでにはね向こうを撤収して出ようかなと思ってます。で、道中ね、ここを左折していくと右側にねセブンイレブンがあるんでね、いつもそこでね水とかいろいろ仕入れています。ここね、ここの右側のセブンイレブン、道中ね、コンビニ寄ったんだけど、まあコーヒー豆を買いたかったのよ。もう豆のまんまね、ミル持ってきたからね、引きたかったわけで、売ってなくて、はい、結局はね、もう引かれた、コーヒー豆買いました。しぶしぶね、新製品、プロテイン、これをしてもね、多分ストロベリー味でしょ、こういうのも日本売るようになったもんね。昔売ってなかったから、本当に1本ね、昔ねこうプロテインバーってね500円してたからね、アホでしょいや、なんか混んでそうだね、なんかそんな雰囲気。めっちゃ混んでっかも、めっちゃ混んでっかも、すごいね、車満タンだもん。コーヒーをね飲もうと思って準備を始めたんですけど、このね動画を撮る前にこのスタンレーのねキャンプクックセットの商品紹介動画を撮った後に、まあ、コーヒーを飲んだっていう流れです。アフリカでね悩まされたこのね外の部下、もう帰国してね一度新富士バーナーに送ってね修理をお願いしたんだけど、結局どこも壊れてないということでね、このステンホース、これがね新しくなってね戻ってきました。まあ、それからね一度もね燃料詰まりすることなくね快適に使ってます。ムカの向きどっちなのってね、ムカに遊ばれてます。今回ね商品紹介したね、まあ、別動画で、配信してるんだけど、スタンレーのねキャンプクックセット、これね便利ですよ。中にね、カップが2つ入っていて、その中にねアルコールバーナーのね燃料が入れられるんでね、
まあ、トランギアとか燃料っていうかね、トランギアのアルコールバーナーが入るね、非常に重宝します。なんでそれと別にね、ヘキサゴンウッドストーブ持ってね、自分はね火にかけてコーヒー飲んだりね、カップ麺食べたりしてます。ちょうどねラリータンクバッグにねすっぽり入るんですよね、横向きでも縦でも非常におすすめです。プレヒートのいらないね、外の部下なんだけど、やっぱねガソリンバーナーはね火力調整難しいです。セブンイレブンでねコーヒー豆買えなかったんでね、もうすでに引いてある豆をねこの中に入れてね、このシーンを撮るためだけにね、使いました。さてお湯が沸いたんでね、コーヒーを入れていきたいと思います。いつもコーヒー入れるときはね、このユニフレームのねコーヒーバネットを使ってます。これも結構ね買って長いんだけどね、重宝してますよ。でね、おすすめしたいのがこのねフィルター入れ。これね実はね A4 サイズのねクリアファイルをきれいにね丸く円錐型にねカットして使ってます。そうするとね、ちょうどこのね収納袋に入るんだよね。このバーナーパッドと一緒に、コーヒーバネット入れてね持ち歩いてます。余談なんだけど、このコーヒーフィルターってこの円錐型のってなかなか売ってないよね。どこで売ってんだろう、俺どこで買ったんだろう。はい、やらせのコーヒー豆をね入れていきます。この上蓋のね樹脂パーツすごく優秀でね、熱くてもね蓋を押さえることができます。この上蓋にはね1つ穴と6つ穴があって、1つ穴の方はねコーヒーのこういうドリップするときにねすごくね楽ちんできます。意外とね普通のクッカーだとね結構ドバッと入っちゃってね、ゆっくりドリップできないんだよね。はい、コーヒーも飲んでね、スタンレーのキャンプクックセットの紹介動画も撮ったんでね、もうとっとと撤収して帰りたいと思います。前日のね雨予報だったんだけど、まあ一転してね晴れになってよかったなっていう思える日になりました。ただねちょっとこの後もね曇りが、まあ雲が出てきたんでね、早めに帰ろうと思って急いでね、撤収してるところです。動画にはね映ってないんだけどね、ほんとね人の出が多くて密な状態がね後ろでは広がってます。はい、今ねコーヒー飲んで帰るとこです。いやー今日ねやっぱ人多かったね。まあいつもね座る椅子はね空いてたんでね、そこでコーヒーを貸してちょっと動画撮ったり写真撮影してね今帰るところです。結局正味ね1時間くらいかな、1時間ちょっといたのかな、まあそんなもん。いやーここまた再開してくれて本当ありがたいよ。東京都民がね焚き火できるところってほんと少なくて、
荒川にもう一箇所あるのかな、あもう二箇所あるか、もう二箇所あるんだけど俺ここ以外って行ったことないんだよね。今度別なとこも行ってみようかね、うん、見てみたいでしょ、うん、どんなとこなのか。はい、じゃあまたね、動画残していきます。またね。じゃあね、バイバイ。